ひろ博、かの魅力が私にはわからないのですが「愛とはそういうものだ」ということで見逃してあげましょうしかし見逃せないこともありますこの一家は決まったことを直前になってひっくり返すちゃぶ台をひっくり返すようなことが好きなのでしょうかねえねえまで「何回目ですか?」「少しは周りの迷惑も考えてほしいですよね」 そして数少ないまともな青年として呼び声高かったのに「悟よお前もか」「悟だけは真面目で普通な人やと思ってたのに信子と東京で2人きりな展開にテンション上がりすぎでしょう」「信子のペペロンチーノですけどシークワーサーかじればひらめくんじゃないのたくさんもらってたよねニーニーは」 沖縄の根は優しいがただののんきなバカだったのが完全なひどい悪党になっちゃったドルの監禁詐欺の人よりもひどいやつになり下がったもう完全に許される余地はないですねそれが天才的な詐欺師になるのならまだ面白いかもしれないけど朝ドラじゃなくなるしニーニーにはなれない悲しさそしてまた逃亡するのでしょう 悪事を働いてもお咎めなし店で暴れた時も器物破損罪で捕まっていてもおかしくないはずだし信子の財布からお金を取ったのも家族とはいえ立派な窃盗罪ですそして今回は詐欺毎回何のお咎めもなしで済んでしまうのは朝ドラとして NHK としていいのでしょうか具志健さんに借りたお金は ししたのかかどううか描かれなないような気がします借金して返さなくても具志堅さんと話し合って毎月返済していけばと思うのですけどねおじさんも変なリアクションにならなかったと思うしそもそも親が返さないといけないというものではないですし多分そろそろ時が飛ぶと思うしそろそろ成長した姿を見せてほしいですね。 Thank you